こんにちは。はい、こんにちは。もうこんばんはなっちゃう。こんばんはなっちゃうね、うん、こんな暗くてね。真っ暗で。トロピカルガーデンです。はい。はい、今日はね、無事、はい、お疲れ会も年末お疲れ会終わって、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。2021年だよね、今年ね、うん。もうお世話になりました。うん。いろいろ今日はね、おしゃべりとかもできたし。うんね、今いつものイベントと比べればすごくゆっくりとね、うん、のんびりできてね、よかったよね、うん、ありがとうございました、うん、で、来年は、うん、1月4日、5日にハウス販売って言ったんですけど、うん、考えてみたら、5日から発送開始なので1月4日だけ初売りをしようと思います、うん、はい、はい、なので5日は営業しません、はい、ごめんなさい、発送がありました、はい、うっかりしてました、そのことだけハウス販売します、はい、で4日のハウス販売はその後ちょっと紹介するんだけどまた後日、うん、すごいビッグな苗とか用意してるんで、うん、はい、また後で紹介します、はい、で今日は21時から、うん、楽天で商品を更新します、はい、で明日は YouTube できるかわかんないので言っとくんですけど明日は、オフィシャルストアの方、うん、更新します、はい。はい。インスタの方でチェックしてもらおうかな。うん、ね、うん、はい。はい。ショートでも明日更新してお知らせします。うん、どっちにしても YouTube で、うん、ね、うん。はい。そんな感じで。はい。はい、で今回やっぱ人気があったのは、うん、だね。ネット用は別であっちに確保してあるから。届いてある、うん。人気があるだろうと思ったのはもう確保してあります。うん、シュークリーム。うん、これ今もう店頭用でねあるやつなんだけど、うん、シュークリームやっぱり人気ありました、うん、もう全然なくなっちゃったねないない、うん、あとねこれ紫水晶向こうに確保してあります紫水晶も人気ありました、うん、あとは何だろうね人気あったのあとね意外とこれちょっとまだ開いちゃってるけど、うん、これも人気あったやっぱりもう可愛くなりそうな気がするもんね、うん、モーグルなんだっけモーダル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 モーグルって言っちゃったモーグリーみたいになっちゃうね、うん、モーダル人気ありました、うん、でこれもねやっぱり色が変わってきてみんな可愛いって言ってくれて買っててくれる方多かった、うん、ヒアリナ×パキュリズムムーンストーン、うんうん、であとこれベルベットロイ2、うん、これも人気あったね、うん、綺麗だもんね、うん、あとあれもあったよこれ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 レッドベルベット、うんうん、可愛いって言ってみんな買っててくれたね、うんあとはチョンヨン、チョンヨンも結構ね可愛い可愛いって言ってもらえたかな。うん、ね。結構やっぱり前回のね動画で説明したやつが売れ、うん、なんかそうだね、うん。なんて言うんだろう、念入りに。そう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 、うん、みんなよくチェックしてくれてて。うん。あと赤いリンゴも人気あったね。うん、綺麗だもんね。うん、そうね。うん。やっぱりブラッドマリア系、アップルパイも人気あったんだね、うん、ブラッドマリア系は間違いなく可愛くなるもん、うん、今回、日によってね急にタイムセールとかするんで、うん、で今日はねちょっとタイムセール一つ考えてるんだけど、うん、ニューラタムの方ニューラタムをタイムセールしようかなニューラタムこれ黒っぽいエッジが出る方、うん、これを超特価で出しますお今日特別価格でお、はい、いっぱいあるんで要チェックで すっごい買いやすい値段で出すので、うん、ついで買いしてください、はいはい、そういうのをちょっと毎日ちょこちょこやっていこうかなと思ってるのでお正月、うん、そうだね、うん、みんなね、はいうん、楽しめるように、うん、はい、はいじゃあそんな感じでね、うん、今日は本当に5分以内の動画になっちゃったけど、うんうん、私も1年お世話になりました、うん、世話になりました来年もよろしくお願いしますまた明日も言うかもしれないけど一応ね明日やらないかった時のために、うん、来年もよろしくお願いしますお願いしますじゃあ、はい、そんな感じで、うん、よろし21時に楽天更新しますはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いしますありがとうございます。